はい、皆さんこんにちは、おとげのジーザスです。週刊おとげのジーザス、今週も見てくれてありがとうございます。今週はですね、すいません、またギター買ったのでギターの紹介させてください。見ての通りフルアコです。しかも安いです。フルアコって高いじゃないですか。でも僕が買ったのはめちゃくちゃ安いので、果たして安いフルアコはどうなのかっていうのとか、あと安いフルアコ探してる方とか、よかったらぜひ参考になればと思いますので、よかったらぜひ見てやってください。早速このギターの解説の前に、フォトゲのジーザスとは何者かっていうのをですね、概要欄に書いてあります。ライブやって歌って CD 自分で作って売ってるもんです。2023年9月はですね、堺ブルースフェス、無料ですね、出演したり、その日のですね、夜にはですね、無料で近くで、仲間のブルースマンがですねイベントやってくれて、それも無料なんです。あとは10月1日に僕50歳になるんですけれどもちょっと前にその50歳を記念した1000円のワンマンライブを都内の西荻窪というところでやりますので、よかったら概要欄よぜひチェックお願いします。というわけで、このギター、結論から言います、フェルナンデスのバーニーっていう、もう我々の時代はですね、我々が今、僕が49歳でもうすぐ50なんですけども、我々の時代って言ったらもうあれじゃないですか、エレキといえばグレコかフェルナンデスってあれですか。懐かしいですね、バンドブームの時代ですね。もうそういうギターをなんですよ、ギブソンなんて買えませんからね、そういうの買って、これはフェルナンデスで、バーニーって書いてあるんですけども、何かっていうと、フェルナンデスってほらホテイさんのロゴだってこういうなんかすごい模様の、なんかすごい固定座のコンビ、なんですよね、モデル、固定モデルとか作ってるよ、そういうのはフェルナンデスで、あとギブソン系のコピーモデルにはこのバーニーっていうブランド名がついてる、確かそうなんですよ、違ったらすいません。でこれはフェルナンデスのバーニーのブランドで、何でしたっけね、ギブソン、もちろんギブソンのコピーモデルです、これも。ギブソンにですね、ES175 っていうギターがあるんですけども、それの完全コピーモデルです。ギブソンの ES175 は、いわゆる ES 系の中でも、安い値段、ギブソンの335とか、あっち系は高いんですけども、もうちょっと抑えられた、値段で作られてるフルアコなんですけども、とはいえギブソンなので、普通に20万、30万、40万するんですけど。買えるかっていう価格なんですけども、これはコピーモデルなのでめちゃめちゃ安いです。エピフォンでも現行ではもうないと思うんですけども、エピフォンの ES175 版もあるんですけど、それでも中古でパッて見たら 7,8 万してますからね、やっぱ人気なんでしょうね。で高いですよね。でこれはですね、そう、ピックアップは ES175 はワンピックアップ、僕が買ったのはワンピックアップで、僕はこれが欲しかったんですよ、ワンピックアップが。でフロントだけについてるやつが、でやっぱりレスポールみたいに2つついてるバージョンもいろいろたくさんあって、そっちの方が主流なのかな、わかんないですけども、僕はワンピックアップ探してたんです。 ES175 タイプでワンピックアップって探してたらあったんですよ。まあメーカーは何でもよかったんですけども、バーニー、バーニー、懐かしいな、俺高校時代とか思い出しますよね、高校中か昔を思い出して、いいじゃんと思って、これだいたい中古相場で5万円ぐらいだと思うんですけども、ネットで見たら、僕は、すみません、資格学資格授業でもっと安く買いましたで一回も試奏しないでネットで買ったんですけども、中古なのでどうかなと思って来たらめちゃめちゃ綺麗でした。まあほとんど引かれてないですよこれで、電気系統も多分全く電気系統も今のところ問題ないですね。もうね、10時間ぐらい引いてなんか出てるかもですけども、一応問題ないです今のところ。ガリも一切ないし、ね、ボリュームコントロールといじってもガリも言わないし、この辺のジャックのあれもない、ガリガリもないし、うん、今のところ全然フルアコ特有のポンっていう音がなんかあるような気もするんですけど、ちなみにピックガードは僕すぐ外しました。内田貫太郎さんのね、チャキが好きでピックガードは外したい派なんですよ。綺麗についてました。まあすごい綺麗ですね。だからこれ2013年製だったらしいんですよ。保証書が入ってて、大手楽器屋さんで買われた保証書がちゃんと入ってまして、2013年で、だから10年前ですよね。ほとんど弾かれてないなっていうぐらい綺麗で、ピッキングの傷とかも一切ないんですよ。で、おそらくまあこういうギターって年配の、僕みたいな年配の方が買うじゃないですか。若者はあんまフルアコ買わないじゃないですか。なので俺の予想では多分前のオーナーか前わかんないですけども、買ってとりあえずこれ RFA70 っていうモデルなんで、まあ7万円ぐらいだったんでしょうかね、わかんないですけど、で買って
まあすぐギブソン欲しくなってすぐこれ売ってギブソン買ったんじゃねえかなみたいなそれか買ってすぐあのギターやめちゃったかどっちかなんでしょうかね。まあわかんないですけどね。でこれが巡り巡って私の元に安く手に入れられることができました。本当に綺麗ですね。めちゃめちゃ綺麗です。本当に傷ないですね。パーツも綺麗にあの磨いてくれたんでしょうかね。で、音はですねこれちょっとジャズ当初ブルースやジャズにも、まあ、当然それを使やりたくて、まあ、ジャズならこう絞ってい い, で、まあ普通にこれアンプから出してるんですけども、ジェシカすっごい弦高も低いし、あとフラットワウンド弦が貼られてました。丸い音が出る弦ですよね。ジャズとかに使う普通の弦あったらどうなるのか、これも楽しみですね。でじゃあちょっとあのブルースなんかを弾いてみたい。これでですねバンドは僕セミアコ持ってまして、バンドはセミアコでやろうかなと思うんですけども、これはちょっとソロです。フルアコでソロってやってみたかったんですよねとか、まあちょっとデュオとかなんかそういう時に使えたらなと思ってて、いい感じですね。ジャズだ。ちょっとフルアコも使ってライブもやっていきたいなと思ってますので、よかったらぜひ楽しみにしててください。というわけで今週も見てくれてありがとうございました。